これはデモ音声です写真拡大ソフトバンクは30日サファテが今期限りで現役引退することを発表したこれはデモ音声ですサファテは11年から2年間広島でプレーし13年は西武に所属株式会社 AI が提供するデモ音声です 14年から入団したソフトバンクでは絶対的な守護神として15年から3年連続で最多セーブのタイトルを獲得これはデモ音声です17年にはシーズン日本新記録となる54セーブを挙げた株式会社 AI が提供するデモ音声です18年以降は故障に悩まされ 19年以降は1軍登板がなかった株式会社 AI が提供するデモ音声です球団を通じてサファテがコメントを発表している株式会社 AI によるデモ音声です本1130をもって私と福岡ソフトバンクフォンクスとの契約が終了しました 株式会社 AI によるデモ音声です。この3年間は私のキャリアの中で最も厳しいシーズンでしたが素晴らしいものにはいつか終わりが訪れますこれはデモ音声です私はこれ以上ない才のフロントオフィスコーチセンたちが揃った最も素晴らしいチームでプレーする機会に恵まれました ではデモ音声です。その間、今5回、リーグ優勝も3回果たすことができました株式会社 AI が提供するデモ音声です2014年シーズンから私にチャンスを与えてくれたホークスに感謝したいと思います株式会社 AI が提供するデモ音声ですまず最初に マグオーナーナに感謝します。株式会社 AI が提供するデモ音声です。彼はどんな犠牲を払っても勝利を求めるでいつも優勝を狙えるチームを準備してくださりまた戦としての私を信頼してくださりありがとうございました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。また 後藤社富笠 GM にも私が故障してチームに貢献できなくなった間もずっと私を励ましサポートしてくださったことに感謝します株式会社 AI が提供するデモ音声です私にとって初めてのホークスの監督だった秋さん株式会社 AI が提供するデモ音声です 2014年に私をクローザーとして使い始めてくれ常に私のことを信じ続けてくれたことに感謝します株式会社 AI が提供するデモ音声ですそして富士山にも感謝しなければなりません株式会社 AI が提供するデモ音声です皆さんは知らないかもしれませんが 富士山と奥様は常に私のことをサポートし続けてくれました株式会社 AI によるデモ音声ですたくさんのメッセージを送ってくれたり私がリハビリをしている間にわざわざアリゾナまでサプライズで会いに来てきてくれたり被害者 AI が提供するデモ音声です 彼のリーダーシップとサポート、そして私の家族に対する愛に感謝します。これはデモ音声です。ホークスで過ごした8年間で関わった全てのコーチにも感謝します。株式会社 AI が提供するデモ音声です。あなたは私のの中で常に気なものであり、共に過ごした数々のシーズンは 私にとってとても切なものです。これはデモ音声です。チームメイトのみんなの年にわたるサポートと愛にも感謝します。株式会社 AI によるデモ音声です。あなたは私がホークスに貸した初から家族のように受け入れてくれて糸口に戦い味わった数々の勝利、苦しい、その全てが。 私にとっては切な思い出です株式会社 AI が提供するデモ音声ですそして他のチームメイトとは別にコメントしなければならない線が数います株式会社 AI が提供するデモ音声ですまずは細川細川徹さん株式会社 AI によるデモ音声です 会ったはから私にスプリットを投げさせ私に新しいチャレンジをさせながらレベルアップさせてくれました株式会社 AI によるデモ音声です3あなたはいつも私の気持ちを組んでリードをしてくれ私が投げるイニングを楽にさせてくれました株式会社 AI によるデモ音声です 三宅屋さんあなたは私はクイックが苦だったのによく盗塁を指してくれましたこれはデモ音声です私をより良いピッチャーにしてくれたあなたにから感謝しますこれはデモ音声です先発等のみんな株式会社 AI が提供するデモ音声ですいつも 自分のことを信頼してくれセーブの機会を作ってくれてありがとう株式会社 AI が提供するデモ音声です皆さんの頑張る姿トレーニングにも真剣に取り組む姿を売るのがとても好きでしたこれはデモ音声ですリリーフのみんな株式会社 AI によるデモ音声です ブルペンで私の冗談を笑ってくれ私の話を聞きたくない時でも話をさせてくれ試合に呼ばれた時にはいつも100%のを出し切ってくれてありがとう株式会社 AI によるデモ音声です我々は NPB で才のブルペン人だったと思います株式会社 AI が提供するデモ音声です みんなが持っている才能は才能レベルにあると思います株式会社 AI が提供するデモ音声ですあなたたちと糸口に過ごした時間がとても恋しいです株式会社 AI が提供するデモ音声ですゆいともり株式会社 AI によるデモ音声です 僕と親友になってくれてありがとう。被害者 AI が提供するデモ音声です。あなたのおかげでレベルアップできました株式会社 AI が提供するデモ音声です。少しでも文が気を抜けばすぐにあなたが私のクローザーの仕事を取ることを分かっていたからです。 AI によるデモ音声です。いつも糸口にトレーニングをしながらあなたはとてもよく頑張りましたこれはデモ音声ですあなたや仲間たちとったディナーあなたのそのキャラが恋しく感じます株式会社 AI が提供するデモ音声ですあなたのこれまでの頑張りにより今のあなたがあるのです 株式会社 AI によるデモ音声です9回はあなたのものです250セーブさして頑張ってくださいそして最後にファンの皆さんにも感謝しなければなりません株式会社 AI が提供するデモ音声です皆さんは本当に私のことを厚にサポートしてくれました これはデモ音声です。私が故障で苦しんでいた時でも家族と糸口に街を歩いていたら皆さんから愛情たっぷりの声をかけてもらいました。株式会社 AI によるデモ音声です。それがとても強く好きでした。これはデモ音声です。皆さんのおかげで私は たくさんの困難も乗り越えてくることができました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。本は第二の故郷です。これはデモ音声です。本で過ごした11年間に学んだ多くのこと、出会った多くの友、信じられないほど、多くの美味しい別物、 株式会社 AI によるデモ音声です。それらすべてを愛していますが、何よりも私は本の科の部にすっかりハマってしまいました。被害者 AI によるデモ音声です。本で過ごした時間を永遠に切にしたいと思います。これはデモ音声です。神様のご加護により本で野球ができ、 成功を楽しむことができたことに感謝します。デモ音声です。は結果ではなく、そこまでに費やした時間やつとむ、そして、コミュニティのために何を成したかで意味づけられます。これはデモ音声です。これこそが、私が、最も誇りに思っていることなのです。 株式会社 AI が提供するデモ音声です。神様を信望する家族として私たちは話し合い、ここで私の現役野球にピリオドを打つことを決めました。株式会社 AI によるデモ音声です。これは永遠のお別れではなく、時的なものです。株式会社 AI によるデモ音声です。また、 近いうちにお会いしましょうキングオブ。